こんばんは。こんばんは。私たちは韓国ジェイゼンが、ピョプシー学校です、私たちは弊害についてを考えします。自分が属性、畑で作物をして食べて、それに感謝して、それに感謝して住んでる。それが弊害って考えています。そしてみんなが笑ってそう考えるのが映画だと考えます。とにかく短い日本語ですけど、とにかくありがとうございます。みんな楽しい時間がなる、なるのを考えます。じゃあありがとうございます。